1097年の中央ヨーロッパ、黄色が、ポーランド王国ポーランド王国は、1025年から1569年まで、ポーランド一体を支配していた王国。14世紀に、リトアニア大公国と合同し、14世紀から16世紀にかけて、北はエストニア、南はウクライナまでをも含む、大王国を形成、人口や領土において、 当時のヨーロッパ最大の国家、ポーランド・リトアニア共和国を形成し、その連邦の名手となったが、ヨーロッパの経済構造が変化するとともに、対外戦争と内乱が続き、18世紀に共和国が周辺諸国に領土を分割されると同時に消滅して、その領土的実態としての歴史を終えた。法的には1918年に成立したポーランド共和国。 1939年からのポーランド亡命政府。このポーランド亡命政府を1989年に継承した現在のポーランド共和国がその法的継承国家。建国時代のポーランド王国現代のポーランド共和国とほぼ同じ領土現代のポーランド共和国建国直後の時代に拡張した。 ポーランド王国及び当時ピアストアサが支配していた。各国現在のポーランドは10世紀まで地方ごとに、いくつかの西スラブ人の公国によって、分割支配されていたが、10世紀後半にピアストアサの、こう見えし一世によって統一され、キリスト教家されることによって、ポーランド公国となった。この時、キリスト教家は神聖ローマ帝国を介さず、ローマによって、 直接行われた。これはポーランドが帝国秩序には組みせず、あくまで帝国とは対等の完全独立国であることを宣言する意味合いがあった。11世紀、ミエシュコのこのポーランド公、ボレスワフ一世は、積極的に公国の勢力を拡大、新生ローマ帝国の東部、キエフ地方までのウクライナ、ボヘミア王国の西部、 ポメラニア広告などを支配下に収め、広大な領土を実現、さらに神聖ローマ帝国の内政に積極的に干渉し圧力をかけ、時には帝国に対し積極的に戦争を仕掛け、かつ皇帝夫婦三世を広告主とのポーズ難に呼びつけ、帝国の支配体制には組みせず、あくまで、ポーランドと神聖ローマ帝国は台等の地位にあることを内外にアピールするなど、 強大な権力を誇った。この時代に、ポーランド公国と新生ローマ帝国の間で取り決めた西方国境線と南方国境線は、現在のポーランド共和国の国境線に極めて似通っている。東方国境線は、慣習的なものであるが、建国時代のものは、プロイセン地方と仏側を基準として、安定していた。これによって、 ボレスワフ一世は、ポーランド国王の称号を、内外から認められるようになり、ポーランド王国を成立させる。ポーランド王国は、後に、貴族共和制に発展した有力者の、文献的性格が建国以前から根強いために、国王の王権が弱く、ボレスワフ一世が没してから数代経つと、王族や貴族による内紛が頻発するようになった。 12世紀後半に即位したカジミエシュ2世の時代には父ボレスワフ3世の遺言状で国土が多くの子供に分割相続されてしまい、頂点にピアスト家の太鼓をいただく複数の広告へと分裂状態に陥る。さらにその後を継いだレシェク1世は太鼓権の弱さのために3度も廃位された上、最終的には1227年に暗殺されてしまう。 1241年にはバトゥヒるモンゴル帝国軍の第一次ポーランド侵攻を受け、レグニツァの戦いで、ポーランド軍は、ヒガの兵力差などから大敗し、総大将ヘンリク2世も戦死した。その後、大公位は、レシェク1世の子ボレスワフ5世が継いだが、1245年に、ヤロスラブの戦いでは、ハール1ボルイーニ対抗国にモンゴルと共に侵攻し、 ハールイチボルイーニ大公国は、ジョチウルスの属国と化した。1259年のモンゴル軍による第二次ポーランド侵攻を防げず、ハンガリーに亡命する。そして、このモンゴル侵攻によって、ポーランド国土は荒廃した。1286年と1287年に、モンゴル軍による第三次ポーランド侵攻が行われ、 ハールイチ・ボルイーニのレーブダヌイロビチは、モンゴル軍を利用して、ハンガリー王国のザカルパッチャ地方と、ポーランド王国のルブリンを占領した。14世紀初めに即位した国王部アディスワフ一世により、長く分裂状態にあったポーランドはようやく統一された。しかし今度は、新生ローマ帝国やボヘミア王国などからの外圧を受けるようになる。これに対して、 ブラディスワフ一世の後を継いで即位したカジミエッシュ三世は巧みな平和外交によってこの外圧を乗り切るとともにハールイチボルイーニ戦争によるリトアニアへの領土拡張や内政改革による国力増強などに多くの成功を収めポーランドの最盛期を築き上げたヤギエオの人物を君主にいただいていた国家軍ポーランド王国を中心に リトアニア・ボヘミア・ハンガリーなど、中央、ヨーロッパ及び東、ヨーロッパ主要部の大半を占めた1370年に、没した、カジミエシュ3世には、着死も諸死もいなかったため、カジミエシュ3世の甥いにあたるハンガリーをラヨシュ1世が、国王ル同育1世として迎え入れられたが1382年に、没し、その9歳の娘、ヤドビガが、ポーランド女王に即位して、 再び、ハンガリーとの同訓連合を解消した。この頃、バルト海沿岸部に陣取るドイツ騎士団がポーランドへの圧迫を加えており、シュラフタはこれに対抗するために、自国内に対立構造がなく、貴族たちが皆同意できるような立場にある指導者を求めた。そこで、当時まだ異教信仰に止まっていたリトアニア大公、ヨガイラがヤドビカの夫として選ばれ、 1386年に、ヨガイダは、キリスト教に改修して、ポーランドをブワディスワフ二世として即位。ヤドビガと、ブワディスワフ二世は夫婦による、共同統治の形態をとり、リトアニア大公は、重帝のビトルトが次、ポーランドとリトアニアは緊密な同盟関係に入った。1572年まで続く、ヤギエオ朝の始まりである。ブワディスワフ二世は、 グルンバルトの戦いで、ドイツ騎士団に勝利して服属させる一方、南へは、国会方面への領土拡張に成功を収め、ポーランドリトアニア合同国家の前世紀を築き上げた。しかし晩年に息子ブワディスワフ3世への王い接襲と、引き換えに、シュラフタたちに、多くの特権を与えた。これが、後に、ポーランドの前世紀とその議会制民主主義を、築き上げる。 原動力となったが、一方では、王国の衰退を導いた内紛の一員とも、なってしまう。フス戦争で、ポーランドは、ボヘミアのフス派を支援し、ポーランド王国と、ドイツ騎士団の戦争で、ドイツ騎士団を破った。しかし、ブワディスはフ賛成の治世になると、フス派の略奪行為を取り締まり、グロトニキの戦いで、ポーランドにおけるフス派を壊滅させた。 ヤギエをアサの下で、ポーランド王国とリトアニア大公国は一体化が進み、リトアニアや、後にリトアニア大公国から、ポーランド王国に行政が移ったウクライナ各県の貴族たちも、カトリックへの改修を進めてシュラフタたちと同化していった。1569年、ポーランド王国とリトアニア大公国は、ルブリン合同を結び、共通の君主をいただく。 人的同訓連合から一つの国家体制である、物的同訓連合、ポーランド・リトアニア共和国に発展した。1600年のヨーロッパ水色が、ポーランド王国を名手とする、ポーランド・リトアニア共和国ヤギエを朝は1572年に断絶、翌年から、ポーランド王国は、選挙王政となり、シュラフタは、ヤギエを長時代からの特権に加えて、 国王の選挙権を握った。この頃、ポーランドは大航海時代を迎えて、人口増加著しい西ヨーロッパへの食料輸出が盛んで空前の後継期を迎えていたが、経済の活況の中からシュラフタの階層文化が進み、彼らの中から広大な領土を持つ大貴族が現れるようになっていた。この時代以降、ポーランド王はシュラフタによる 議会政治の代表者となり、シュラフタの間で行われる選挙で、国会議員と元老院議員が選ばれた。教会とマグナートが大きな力を持った。この体制を貴族共和制などと呼び、この時代のポーランド王国を共和国と称することもある。英語では、ノーマン・デイビスのように、ザ・リパブリックとすることもあるが、ザ・コモンウェルスと呼ぶことが一般的である。 戦況政に入った時、ポーランドの領土は、西では新生ローマ帝国の境まで、東ではゲンベラルーシュクライナ中部、ロシア西部にまで及ぶ大国であった。共和国の下での貴族共和制は、ポーランドの大国としての地位の確立と維持に、積極的に寄与した。しかし17世紀に入ると、周辺国との相次ぐ戦争により、ポーランドは国力を、消耗。 さらに新大陸から輸入された安価な農産物が大量に欧州市場に流入し食料輸出に大きく頼っていたポーランドの収支バランスは黒字から赤字に転落したこうして多くの中小貴族たちが経済的に没落していくと大貴族に頼るようになりマグナートによる加藤政治の傾向が強まっていった全貴族が直接選挙によって選出する 国王選挙でも、中小貴族の経済的苦境につけ込んだマグナートたちによる、買収工作が盛んとなり、近建政治が横行するようになった。17世紀は、ウクライナコサックによる、共和国への反乱というダヤ人大虐殺、侵攻のスウェーデン王国、ロシアツァーリ国の侵攻が続き、ポーランドの国力は、急速に衰微した。この混乱は、ポーランド史上、 大洪水時代と呼ばれる。ポーランド・リトアニア共和国の分割17世紀末には、第二次ウィーン包囲で、オスマン帝国の大軍を蹴散らし一役全ヨーロッパの英雄となった、ヤン三世、ソビエス起用のもと、ある程度の中高を果たすが、ヤン三世の死後息子の役部が、国王選挙に敗北し、対抗馬で、ザクセン選定後、フリードリヒアウグスト一世が、 カトリックに改修して、ポーランド王位につき、ポーランド・リトアニア・ザクセン道君連合が成立すると、ザクセン側の北方への野心により、対スウェーデン戦争を開始してしまう。アウグスト2世は、ロシアツアーリ国と連合して、最終的には過労して勝利国側に至ったが、当初はスウェーデンに敗れて一時ポーランド王が敗位され、スウェーデンのクグツの国王を擁立されるなど失態を。 犯しているこのアウグスト2世の戦争で国家財政はさらに逼迫し、ここから大北方戦争で強大化したロシアツアーリ国、プロイセン王国に東西から挟まれるという脅威が派生し、王権も弱体化する結果となる。18世紀以降は強国となったロシア帝国、スウェーデン王国、プロイセン王国に対抗するだけの力を失っていった。その後、 王国ではポーランド継承戦争をはじめとする王位をめぐっての抗争や貴族による内紛が相次ぎ国力が著しく衰退するしかしポーランドの国威復活を望むスタニスワフ・アウグストポニャトフスキをはじめとした改革勢力は1791年にポーランド・リトアニア共和国はヨーロッパ史上初の民主主義成分憲法を制定この偉大なる 民主憲法は即時発布された。この憲法により、ポーランド王国とリトアニア大公国は連邦国家として完全に統一されることになった。この憲法発布を見て、自分たちの絶対王政に対する脅威と感じた、ロシア、プロイセン、オーストリアの三大国は、貴族、僧侶、学術エリート以外の一般庶民にも広く、 三政権を拡大していくことに反対していた反、民主主義グループのポーランド大貴族に取り入ることで1772年、1793年、そして1795年の3度にわたってのポーランド分割を完光した。貴族の内外国勢力と結託したものの領地は、それぞれの個人資産として保全されたが、最後の分割で、 ポーランドの国家として領土そのものは完全に地上から消し去られ、スタニスワフ2世は退位した。ここにポーランド王国は消滅した。19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトの登場により、ワルシャワ公国が成立したが、ナポレオン戦争敗退によって王国復興の望みは完全に断たれた。その後に待っていたのはウィーン体制による ロシア帝国の圧政であった。ポーランドが独立を回復するのは1918年のことであった。ありがとうございます。